はい、今の、今の、なん、長山の、8号線ば、空の上空の絵とです。気象庁に提供しますんで、提供します。今の天気、これです。各国の、当局へ通報します。しますね。これが現在の周辺のですね、こちらにインド料理料理店もありますね。こちらにもね、お店屋さんありますね。あれはどうでもいいんで、どうでもいいんで、まあ、そうですね。あそこは信号機で、ね、こちらにサンミュージックっていう特化の、書店がありますね。ここも残念ながらジャズラ認証受けないとさ、ね、まあジャズラックはもちろん解体する。ちょっと軍事自衛隊潰そうかなって反省しなかったんだ。このなった日本レコード協会も本事協も解体するわ。もうよ、全部自民党の支持基盤やから、攻撃って。日本医師会はもう解体。ちょっとそれは捏造してる。だテロデモ総長、こういうことです。さあ、日本の芸能人たち、今回のコロナ平安ウイルスを撒いた1ミリです。気をつけてください。ないと思います。こっそりばらまいたんでしょう。うん、こっそりばらまいたないたんでしょう。こんなにでしょう。そういうことですね。そういえば、の皆さん、そう、就任式、もうすぐですね。もう、まあ、次の行こう、まあ、議事堂占領事件、あれはちょっと、テロリストって扱う、ください、あんまり、それはすごかった。そう、実は言うと、攻撃受けるの、あれじゃない、そう、ロシアで、そう、エリツィンが、そう、当時の際、在日ロシア人、知ってるでしょ。ああ、知ってたはずです。ああ、あの時、で議事堂が攻撃受けた。知ってたでしょ。ああ、プーチンさんが怒ってたでしょ。あれで、協力してたわけです。エリツィンを恨んでたの知ってるでしょ、みんな。規制強化で、そう、かで、あっ、鹿島で、鹿島だの知ってるよ、経済か。政治年齢高くなったの知ってますよ。知ってますよ、むっちゃせ。ああいうこと、スターリンがやったの、第三次産業育成してたよ。むっちゃ、不正してたよ。いや、実は軍隊も第三次産業なんだ。あ、サービス産業なんや。そうでしょ、山崎少年。今日なんでしょ。ちょね、今後ね、あっちの方に、ここに山があるんや。ああ、福井と、長浜をつなぐ、トゥルガと、そりゃ、あそこ、ミサイルぶっ壊せんかね、巨大な公共事業できる。これやったら熊谷とか、どんどん、あそこ、再開です。どうですかね、皆さん。熊谷海の皆さん、買ってたの知ってでしょ、ニーサコーで。ええ。苦情したの知ってますよ。不正選挙の情報の流れ知ってますよ。知って見たんでしょ結構。ああいうこと。ね、ここの長浜の最後日本建設業団体連合会の皆さん、経理ですよここの。そういうことね。時々補正してるやん。そういうことですね。結構設計がいいね。さあ、お父さんもさあ、旧長浜の街の人なんですよ。伊賀郡の人も、多分これ、広本か、ああ、こいつらか。だ、俺もね、某 SN、あ、モバケか、モバケ、ごめん、
時にさ、みたいな、じゃあそれとどうなるのってめっちゃ言うのさ。さあサムの頃はね、成人年齢高かったよ。ああ成人年齢高かったんですよ。イラク戦争の時でも 9.1 むっちゃ賛否両論。そう、小泉純一のさん、ほら報道の資料だ、高いって分かります。ああむっちゃ賛否両論できますよ、学校でも。ああ、ね、残念ながら安倍晋三のせいで今最下位です。また最下位になった。ああ報道上位に野田芳彦の時でももっと言ってたと思う。ああ今アメリカぶっちゃほん高まった。トランプさん今クビになる寸前やけど、法的クビになる寸前やけど、もう言うわ、むっちゃ政治年齢た、あ皆さん意外と政治無関、もう無視拒否してたんやな。おやっぱりな、アメリカもあどこも国か政治格差あってんな。やっぱりこれ解決せんだ、もう今後の経済発展どこも同じや。あアメリカが回復してる、コロナ対策、そう 9.11 のおかげで教訓に行けたのよ。警備禁止、そうコロナ対策に行かせたのよ。知ってますよ、残念ビザ見直したよ、ビザ多分残念な逮捕されてるんで、もう取得も無理、多分どこの国もダメっていうわ。今申請行っても多分ダメっていうわ。ここは無理やと思う、結核事故該当者一回逮捕されたらダメなんや、不起訴でも関係ないね、逮捕ってるから無理なんや。もう各国に通知打ってる、通知されてるよ絶対。そういうことですね。あれよし、ここが住宅街です。でしょ、ドイツ連邦共和国大使街。知ってますよ、アウグスブ。そんな旧長浜市都市協地域協定結んでるの知ってますよ。交流協定知ってましたよ。ねえすごいですね。と。それとサムの頃の恐ろしかった、あの吸気の元ね、もうあそこらへんね、もうそう残念だけど、そうむっちゃ強制参加が多かったよ、社会セクシャルハラスメント受けてないよ、その子、今はあんな二階派で、そう佐藤栄作さんのお弟子さん、そう二階、そう細野豪志さんも最初からで鳩山一郎人脈やけど、人脈はそう球児の中ね自民党結成したもんね。まあ細野豪志さんもまあそう自民党じゃなくて面白いからもう一つ、そう討議拘束、これでみんな自動的に賛成だからもう議席増やしても関係なかったね、もう自動的に賛成するぜってなるからいいんや。反対するってことはもうちょ何や、逆に言うと怖いねえ、規制撤廃優勢の線、そう安倍晋三と麻生だこいつ岸文雄ら潰されたんや。逆に言うと森武将さんの長老、あなた意外と自由奔放なんですね、小泉福田武雄先生とそっくりやん。そう福田武雄さんの師匠、そう佐藤栄作さんです。そう中曽根さん、おうないやいいや、バラバラになる結構な格先生もう分かる通りようないいやん。そうあなた、そう田中真紀子さん、そう安全な場所にいたよ、軍が警護して、もうちょうど病院いたんで、医療施設にいたんで、まあその後なあもう本社発表して、もう社名したんや、この治安署ズルしてたって、オッケイド・マーティン事件だよ、もうね。まあ今言ったらそうやけど、この事件もあれ、この謎の事件ね、事件もまあそう、まあ、こういう建物も住宅地建設してますね。お早いですね結構。担当者の積水ハウスねえ、もう建設してるのはこういう会社ですね。おみんなで業務提携結んでるんですよ、結んでる証拠ですよ。ねお天気はこれです。
お天気はこの状況ですね。結構空見たわ。サムネイル撮れる。お空ね。ああいうね、自動車もいるんや。サムね、全く。後ろからこいつら、そう、急長まじ。強いとは。そんなに最近、なんか著作権とか、肖像権とか、なんか商用権とか、ドドドドドってくる。なんであいつら言わんかって。俺の時なんて言ったぞ。なんか建物建設しようって。言ったやん、こういう立派な家を作ってくれ。全然断った。お金がないって。嘘ですよ、あいつら。金持ってますよ、夫人。じゃあ、調べてください、全部が皆さん。絶対わかる。関係者だね。調べてください。絶対資産バレるね。絶対資産バレます。あいつら、いろんなとこ借金してたよ。だよ。さあ、行けもしないのに。これが日本の教育自体です。義務教育。ていうか、有料です。最初から有料教育なんよ。さあ、それも吉尾さん、飛び級制度導入提案したでしょ。知ってますよ。文部、抵抗で断念したでしょ。まあ、大臣忘れたけど、今の。あんま思い出せんね。伊吹さんは思い出せん。あんま思い出せんね。知らんねえ、あんまり。年中。知らんねえ。知らんねえ。よう知ってるんやけど。ちゃうね。まあ、そういうことですね。それこそ、レイオンさん。レイオンさんも登場し。レイオンさんたち、ああいう、ああ、これ、ワイヤレス。これつけて、そう。国会で演説し。質問答弁するんですよ、あそこの席で。堂々と立ってる自分。俺もこう、ですね、議場はもう改良しました。もう移転したいな。今の、あの辺、全部、もう、あの革命、壊れてもだよ。どうだよな。あの安保闘争以上に、もう、やっちまったよ。あれ、ロシアのね、エリツによるあの国会議員弾圧事件ね。あれもとんでもないこと。その後1985年にゴルバチョフが書記長になって、そのこの件報告費でそう言ってんな。あと声明文だし、あと日本とソビエトも正式に講和条約結んだよ。和解宣言したんや。日中平和友好条約。日ソ平和友好条約。もう、なりました。もうこれ、ね、和解したんや。もう、せんよ。まあな。二人とも、その道線に。もういいですよ。南千島は、もう結構ですよ。とりあえず賠償金ってか、賠償金ってか、お支払いしますね、何も。しちゃえ。ロシアの皆さん、結構第三産業強いんやな。産業政策みたいな。第三産業むっちゃ育成してるじゃん。すごいですね。得意な。なんでさ、社会主義。中国、二進制。中国。法廷で二進制なの。なんか国際機関。共通してますね。出国の地方裁判所。裁判所みたいな。日本の場合、ちょっと四審制だな。ちょっと、無理今の日本。全体的に無理やった。もう法改正センターかんな。その人、日本意見した。全然こうして。アメリカの皆さん、もう、この上、導入者間違えたんじゃないか。皆さん一斉に、もしかして自民党、法案を廃止したら、法律を廃止。さあ、あいつら拒否権発動するとか、ね、慎重反賛成、そういうことです。おい、最高裁見上げたか、お前ら今後の工事の規制の規定設けるぞ、法律でさ、折り込むぞ、というわけでこうやった。空からお別れです。それじゃあ。